雨降りクマの子が面白かった。歌ってる時が面白かった。なんか懐かしかったです。はい、そうですね。この道とか、はい、すごく心に響いてます。雨降りクマの子。全部面白かった。可愛かった。まあ、歌詞を、ね、見ながら、ね、この道っていう歌を聴いたときはすごいグッときましたね。改めて歌のですね、変化に飛び出しました。なんか新鮮で面白かったです。お金虫のなんか戦隊物な感じが、やっぱり自転車お父さん日頃じゃないよ。私も子供と一緒に、なんだろう、こうゆったりした感じで歌えるので、熊の子の歌がすごく可愛い。雨降りの熊の子、歌ったのが楽しかったです。私は春の小川のお父さんの自転車になっちゃってね、歌もすごい好きだったんだけれども、映像がすごい面白かったです。春の小川、電車になったのが面白かった。青い目の人形で、ありがとうございました。面白おかしく、もしよければ最後映像がなってたんで、子供にすごく嬉しく思います。安くて良かったと思います。焼けちゃった、赤にして。クマの子、クマさんが、どうもどうもありがとうございます。お気を飲んでる。僕は小金井も住むなよ。仮面ライダーの映像が似てたんで良かったです。映像はああいう形で見たのは初めてだったので、びっくりしました。あ、こういうのなんだってびっくりしましたね。よかった。